いらないんじゃない？いるの？いらない。あ、これは？これこれ今使ってないものここにある必要なくて。いつもご視聴いただきありがとうございます。ユミです。今回は実家のお片付けの第2弾です。前回は2本の動画があります。その動画は概要欄にリンクが貼ってあるのでよろしければご覧ください。今日は1階のピアノのあるお部屋、仏壇があるお部屋を片付けてこちらを客間にいたします。こちらのお家ではお母様が寝たきりでお嬢様が介護をしていらっしゃいます。物が多くて散らかっているというわけではないんですが、お客様を招けるようなお部屋ではありませんでした。今回は1階のピアノのあるお部屋、そちらにお客様を招きたいということでした。また2階のお部屋をアロマサロンにいたしました。サロンのお客様の打ち合わせに使うお部屋にもしたいということでした。まず今日はビフォーの状態をご覧いただきます。こちらが今日お片付けする仏壇とピアノのあるお部屋です。すごく散らかっているわけではないんですが、このままではサロンの打ち合わせをしたりお客様がくつろげる場所ではないと言えます。数年前にお父様がお亡くなりになり、その遺品がこのお部屋にあったりしました。この中はね、がっちりしてもらうんですけど、こたつをイメージしてて冬の用品ですね。ここ何か置きたいものある？収納の中もどうしたいかご希望をお聞きしています。これはね、もう兄が持って帰るって言ったんですけど。こちらでもご希望をお聞きしています。あの、本当に何も遠慮しないでね、その方の希望に合わせてお部屋作りしてるので。パソコンは置いときたいんですけど、嫌なものは処分したい。オッケー。私はお片付けの際に全てのお部屋を拝見させていただきます。使えるものはないか、眠っている家具はないか、できるだけ利用するようにしています。今映っているものの中でたくさん使うものがあるんですよ。ここでちょっとお知らせです。私、皆様のお家にお伺いしてお片付けをしています。お話が聞きたいなっていう方は、ぜひ公式リンク、インスタグラム、ツイッターなどからご連絡をください。概要欄に記載があります。この YouTube チャンネルでは、今日から真似できるようなお片付けの方法や収納方法をご紹介していきます。よろしければ、チャンネル登録お願いします。コメントは励みになるのでお待ちしてます。ここ何見せて？お布団カバーです。あとは布団カバーいい。全部布団カバー。布団カバー？で、下は？下もみんなそういう感じですね。布団カバーとカーテン。これは？これこれ。レシピなんじゃないの？これも何でしょうね。これ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 。これ持っていくよ。こんな風にいろいろなものを探していきます。今回はアドバイザー私一人です。本来はご依頼主様とお片付けを一緒にするんですけれども、お母様の具合が悪くなってしまって、今回は私一人でほとんど片付けることになりました。お片付けの現場ではいろいろなことが起こります。一人になった時でも困らないように片付けをしなければなりません。最初にある程度こうしたいという説明を聞きます。決まっていない場合もあります。中に何が入っているか覚えていない場合もあります。アコーディオンカーテンの内側には仏壇と棚があります。ここには書類や文具などがありました。遺品などもあったので、あまり勝手に触らないようにしました。現場ではハプニングもたくさん起こりますが、落ち着いて対処しています。今使うのどれですか？今は私には分かんないんだ。ここにあるもののほとんどは亡くなったお父様のものだそうです。あ、亡くなった父親なんで。じゃあいらっしゃらないですよね、じゃあ2階にあげましょうか。2階ですね、はい、だって今使ってないものここにある必要なくて、なんでかっていうとここお客様の客間になるから上にやりましょう、はい、ここにあるべきでないものは違う場所に移しましょうね。今回こちらの1階のお部屋は客間になるお部屋です。
癒されるお部屋にしなくてはなりません。お父様は数年前にお亡くなりになってしまいました。でもこのお部屋にはお父様が以前使っていたものがたくさん置いてありました。思い出のものを捨てろというわけではないんです。2階には空いているお部屋がありました。今回はお父様のものは2階のお部屋に移動させていただきました。遺品または思い出のものは慌てて処分する必要はありません。ですが今回はこのお部屋を客間として使うわけです。ですから使っていないお父様のものは全て2階に移動することにしました。これはそのあすれをね、子供が持ってくって言ってた。じゃあそれはいいね。このものなんだろう。そうか、それ系ですかね。ちょっと見直そう。こちらのものは見直すことになりました。じゃあ捨てるものや下に持っていくものを分けていきましょう。はい、これは、はい、これはそこのソファーの、ね、枕なんですよ。じゃあそっちに置こう。これ、はい、もう一個なかった、それ。もう一個。じゃあそれはそっちに置こう。はい。はい、じゃあ持ってって。うん、これをどうするか。はい。これね、仏壇の時に使うんで。仏壇セットどこじゃん。仏壇セットをちょっと。ね。これ、あのどっかに置いてあると。一番上にしようか。そして、そこの上。わかりました。じゃあこれ、まずこの中かな。じゃあこれを上に置こう。あと仏壇。これも仏壇かな？違う？いい鏡出てきたね。テーブルの上をさら地にします。ちょっと出ました、出ました。クリするんだけど、これは気持ち悪い。でもどこの地にもありますよね。いや、2、30年前はね。これどうしますか。上じゃない、ここじゃない気がするよ。2階ですか ね、これは2階にしましょう。でも父親なので1階2階ですか、ね、ああ、そしたら2階だね。これも2階でかね。いるの？コードとかなんじゃないの？コードとかいらないんじゃない？いるの？いらない、いらない。先ほどと同様に亡くなったお父様のものは2階に移動することにしたんです。でもね、このコードいらないんじゃないかなと思ってお聞きしました。そしたらいらないってことでした。そうですよね。いくらお父様のものであっても、もう不要なものってあると思うんです。思い出のものと、もう使わない不要なもの、そこはきちんと仕分けをした方がいいと思います。この上も更地にしていきます。後ろに時計が出てきました。止まってます。でも使ってないからこうずっと止まってるよね。お片付けが苦手な方のお家に行くと、大体ね、時計がずっと前に止まっていたりします。あとカレンダーがずっと前のものだったりします。こういうのって運気が下がっちゃうんですよね。使っていないんだったら処分する、売る、譲る、しっかり考えてみてください。今使うものだけを置きましょう。捨てろと言っているわけではないんですよ。使っていないものがそこにあること自体間違ってると思うんです。壊れていたら修理してでも使いたいですか、譲りたいですか、売りたいですか、処分したいですか。物は使うためにあります。使うのか、もう使わないのか、しっかりと決めていきましょう。なんか記念のね、100周年とかだったらいいけど。ほこりをかぶった時計でした。全く使っていない様子でした。何かの記念だったらまだしも、なんか全然いらなそうなんで、これは処分することになりました。こんなに素敵な絵が窓側に無造作に置かれていました。バッグも後ろにありました。この絵は飾っちゃいます。バッグがたくさん出てきました。見直してもらっています。収納の中にあったバッグもあります。かびちゃっているものもありました。売るものは売る、捨てるものは捨てる、今しっかり見極めをしてもらっています。一度バッグの中をすべて見ていただいてます。結構お金とか鍵とか入っていることが多いんです。バッグはすごい使うのは1回でいいけど、他のものは自分の部屋にやろう。あとは切りないから何でも下に下ろすようになっちゃうから、お買い物にちょっと、それはいいよ。じゃあ向こうの部屋に。たくさんのバッグがありました。よく使うバッグとエコバッグなどは1階に、それ以外は自分のお部屋に移動してもらうことにしました。とっても素敵な北村のバッグ、なんだかカビっぽくなっていました。
きれいに拭いてあげて、少し空気を当ててあげるといいですね。これからも大切に使ってあげるといいですね。眠っているだけなんてもったいないです。多すぎるバッグ、ポーチ、見直しませんか？使っているのは一体いくつですか？一つだけだったりしていませんか？何十個もバッグはいらないですよ。お気に入りのもの、いつも使っているものは何ですか？どうか選んでみてください。お片付けはまだまだ続きます。綺麗に片付いた後、この部屋をピアノサロンみたいにしちゃいます。今日も YouTube を最後までご視聴いただきありがとうございます。次回はこのお部屋が素敵なピアノの客間になっちゃいます。どうぞお楽しみに。おまけの映像をご覧ください。いつもご視聴いただきありがとうございます。ユミーです。今日はいつもと違って番外編でオフ会フェニックスラウンジからお届けしています。動画の最後にオフ会の様子をご紹介します。奥戸美香さん、ガンダムやマクロスの主題歌を歌っています。去年見たミュージカル主演の松本幸さん、その歌声と演技に一目惚れをしてご出演いただきました。声優でジャズシンガーの丸田麻里ちゃん。麻里ちゃんのおかげでオフ会が開催できました。気象予報士、吉田譲司さんとお笑いコンビを組んでいるリサさん。実は企業の女社長さんなんです。そして、18歳から声優をやってきた私。20代の時からずっと応援してくださっているファンの方。新しい挑戦、6月の2日からスタンド FM を始めました。フラワーアレンジの講師、今年は11月に2週間個展を開催します。そして、整理収納アドバイザー、YouTuber、マイスタイルユミー。この度、YouTube 事務所に所属が決まりました。今日は皆さんとおしゃべりしたり、写真を撮ったり、そして素敵な仲間と大好きな歌を歌わせていただきました。これからもお片付け、YouTube、頑張ってやっていきます。